383マディソンアベニューはニューヨーク市マンハッタンの超高層ビルである。以前はベアースターナーズビルという名前だった。383マディソンアベニューは46丁目と47丁目の間のマディソンアベニューに面する区画に位置し、住所は383マディソンアベニューである。完成以来、ベアースターンズの本社ビルとして使用されていたが、 経営破綻により2008年に JP モルガンチェースへと売却された。設計はスキットモア・オーイングズメリルの EN デビット・チャイルズである。47階建ての高さ230メートルで床面積は11万スクエアメーターズである。2001年に竣工し2002年に開業した。この場所は1980年代に EN g w a r トラビルステッドよって72階建てのトラビルステッドタワーを建設する提案がなされていたが実現しなかった。このビルは脳タ,タイの土台の上に正八角形のビルが乗っており最上部には高さ20メートルのガラスで覆われている。このポストモダニズムデザインは周囲の機能重視の画一的なモダニズムデザインのビルとは一線を画している。EN ウィリアム D ・コハン著作のハウス・オブ・カーズ、エーテール・オブ・ヒューブリス・アンド・レッチェット・エクセス・オン・ウォール、ストリートの表紙にはこのビルの写真が使われている。http://sky-scr-ap-er-page.com スラッシュシティズスラッシュビルディングッイコール8332。ありがとうございます。